2004FH は2004年3月15日にリンカーン研究所のサーベイで発見され、同年3月18日のアトック22時8分に地球から4万3 0 0 0トル離れたところを通過した直径約3 0ルの地球近傍小惑星である。これは2008年11月21日までに地球に接近した小惑星のうち11番目に 小さな距離に当たる。ちなみに静止軌道は 35,700km である。2004FH は天群の小惑星だが、直径が5 0メートル以下であることから、流星体にも分類される。もしこの天体が地球の大気圏に突入すれば、高々旅で TNT 間算数百キロトン規模の爆発を起こしていたが、地表には差したる影響を及ぼさなかっただろう。 この天体は直径30メートルほどしかないとはいえ月よりも地球に近づいた天体としては3番目に大きい。この天体は2044年まで地球から140万キロメートル以内に近づくことはない。2004FH はまた知られている地球近傍小惑星の中で最も軌道傾斜角が小さいという特徴も有している。この2週間後には より小さな小惑星 2004FU162 がもっと地球に近いところを通過した。また数年後には同じくらいの大きさの小惑星 2009DDE45 が同じくらいの距離を通過した。地球付き系を通り抜ける 2004FH。チェズリー、スティーブン・アール・チョダス、ポール・ W. ー・リー・セントリー・ディスカバード・ニア、アース・アステロイド・メイクス・レコード、ブレイキング、アプローチ・ツー・アース。 パサデナ、カリフォルニア、ナサニアースオブジェクト、プログラムオフィス、マーチ17、2004? ありがとうございます。